カテジナの今ワはチェコ、南ボヘミア州、ピーセク出身の元クロスカントリースキー選手、マウンテンバイク選手。チェコスロバキア及びチェコ代表として活躍し、また、チェコ人の女性として初めて、夏冬両方のオリンピックに出場した選手である。1991年、ノルディックスキー世界選手権に抜擢され 5km クラシカルで15位の成績を残した。 翌1992年のアルベールビルオリンピックに18歳で、出場、5km クラシカル13位、15km クラシカル14位、複合22位、リレー6位とチェコ勢2番手の成績を残した。1993年のノルディックスキージュニア世界選手権では 5km クラシカル金メダル、15km フリードメダルを獲得。 二度目のオリンピックとなったリレハンメルでは 15km クラシカル14位、5km クラシカル8位、複合6位、リレー9位となった。カテジナは、夏季のトレーニングにマウンテンバイクを取り入れたがここでも優れた能力を発揮し、1995年のヨーロッパ選手権で3位となり、翌年のアトランタオリンピックに出場し18位となった。1997年、 4度目の出場となったノルディックスキー世界選手権の 15km フリーでようやく自身初のメダルを獲得した。1998年の長野オリンピックでは5キロメートルクラシカルで銀メダル、複合で銅メダルを獲得。1999年の世界選手権では5キロメートルフリーで銅メダルを獲得した。2002年のソルトレークシティオリンピックでも 銀メダル2個を獲得した。その後3級に入り2003年7月2日に長女を出産、同年冬から競技に復帰、すぐにワールドカップで優勝するなど以前にも増した活躍を見せた。2005年ノルディックスキー世界選手権 10km で初めて金メダルを獲得。2006年のトリノオリンピック 30km フリーで念願のオリンピック金メダルを獲得した。 2006年に、カテジナは、自国で開催される、予定の2009年ノルディックスキー世界選手権、組織委員会名誉副委員長に任命された。2007年ノルディックスキー世界選手権、札幌大会で2個のメダルを獲得、このシーズン限りで現役を引退した。2007年8月には2009年、ノルディックスキー世界選手権組織委員会委員長に、就任。 同大会を成功に導いた。2009年9月にはヨーロッパオリンピック委員会副委員長に選出され、その活躍の場を広げている。ありがとうございます。